こんにちは。ブリッジコンストラクターポータル。今日は36、レベル36から40までやっていきたいと思います。36、パラレル。クリックしてスタート。まあこういう答えなんですけれども、まあとりあえずどんな面か説明するのに一回回答をクリアして、まあ車の動きはこっから出てきて、まず水色に入って、こっから出てきて、こうここで加速して赤い方に入るんですね。赤い方に入って、ここでこういうふうに飛び出してきて出口と。で、ここがあのスイッチのドアで閉ざされているんで、これはここに高速ペレットをはめれば開くんですけれども、それはこっから出てくる高速ペレットをこう、ここで跳ね返して黄色。で、ここで跳ね返して青。で、ここで跳ね返して、ここのキャッチャーに入れます。で、どういうふうに作ったかっていうと、まあこういう形で、まあガイドを作って、まあ道を作って、吊り橋を作って、こうだね。で、まずこのテストで、あの高速ペレットがどういうふうに動くかお見せすると、まあこうやって黄色が行って、ここで跳ね返って、赤に行って、ここね、1回でこういうふうに行けなかったんですよね。で、ドアが開くと。で、まず1台でやってみますね。で、ここで加速して、赤で飛び出して、で、ちょうどここが開いて、出口と。で、同じように車列でもやってみると、まあ、同じなんですよ、これは。ここでぶつかるかなと思ったんだけど、大丈夫でした。こうやって行ってくれて、まあ、3台。まあ、ここは3台だけなんでね、結構楽でした。では次の面に行きますね。次が37面。フルスロットルということで、ね、この面も、まあ答えはこうなんですけれども、ね、最初考えたときは、最初この面見たときは、こっから、車が出てきて、こっちの水色に入って、ここから出てきて、次黄色に入って、こうポーンと飛び出て、ここで加速して、こっちに来るのかなと思ったんですよね。だけどね、この、ここでこう下の方にこううまく行くのがどうしてもうまく作れなくて、指示物も少ないし、ここでこの辺で引っかかっちゃうんですよね。だからもう最初からこういうふうに上にこう行く形を作りました。それが、こういう形で、もう最初から上にこういう風に登っちゃって、ジェットコースターの、が位置エネルギーを貯めるみたいにこうやって上に来て、ここで加速してもこのまま行っちゃうと。これでいけるんですよ。まあ一台でやってみますね。こう行って、で、ここでグイーンと加速して、で、いけると。で、同じように車列でも、ここ、なぜか11台もあるんですよね。ちょっと多いんですよ。まあ、ここが真っ赤だけど、まあ、なんとか、この辺も真っ赤になっちゃうんですけど、まあ、なんとかいけるんですよ。まあ、制作者が意図した答えとは違うかもしれないですけど、まあいいでしょう。で、次のレベルが、次が38面ですね。ここも、まあまずちょっと、動きを見てみますか。ここ、タレットの階段っていう面なんですよね。だからね、この、まあ、こっから高速ペレットが出てきて、
まあ、ここに3つあるタレットをこの高速タレットで、まあ、ブロック崩しみたいにそれぞれ倒していって、最後ここに入れなきゃいけないんですよね。まあ、ここに入れるとここの出口の扉が開くと。車の方の動きは簡単で、こうまっすぐここにトラス橋を作っていくだけなんですよ。で、まあ、このテストでこのまず高速ペレットの動きをお見せしますね。でここで弾いて1個目タレット弾いて、で2個目も弾いて、ここで弾いて、こういう風に、まあいろいろね、この視点は結構あるんですけれども、そんなに全部使わなくても最低限のブロック壁1個、2個、3個で、まあもっと少なくできるかもしれないんですけど、ちょっと難しかったですね。で車の車道の方はこの例のデッキトラスを2つ作りました。これでやってみると、でここちょっとまだ間に合わなくて攻撃されちゃうんですけど、まあ生き残るんですよ。これで車列でやってみると、ここでちょっと寄り道してるんで、このタレットにはちょっと攻撃されちゃうんですけど、まあなんとか生き残るんですよ。今回ので分かったのは、タレットに攻撃されてもちょっと猶予があるってことですね。これが分かったのはちょっと大きいと思います。で次のレベルいきますね。次が39面かな。空中テニスという、どの辺がテニスなのかちょっとよく分かんないんですけど、まあ答えはこうなんですけど、まあ、こっから飛び出してきて、この辺りにはもう何も構造物は作れないんで、こう飛び出るのはもう飛び出るしかないんですよね。だからこの問題は回答が2通りあると思うんですよ。こう飛び出してきて、こっちに入って、こっちの水色に入って、こっから出てきて、こういう風に行くのか、こっからこう出てきて、でこの辺に着地してこういう風に出てくるのか。私は校舎の方でやってみたんですよね。校舎のこうですね、まあ、こっから出てきて、ここでちょっとバウンドしてこっちに着地して、こっちの水色から出てきて、こういう風に行くと。この方がね、この導線が交差しないんで、こっちの方がやりやすいと思ったんですよね。まあ、1台でやってみると、こう来てポーンとワンバウンドして、こうでこっちから出てきて、こうっていう形なんですよ。まあ、なるべくね、軽くするために、あの ロープでワイヤーでなるべく今回は作ってみました。ワイヤーで作るとね、かなりこうやって見てわかるように振動するんで、まあ車列の場合軌道が安定しないんですけれどもまあ一回実験でいければ何回やってもいけるんで、まあたまたまいけた形を保存しておけばいいんですよねこれでまあなんとか10台いけました。で次のレベルが、次が40かな。これがタイミングが全てって書いてありますね。まあこの面も一回クリアすると、まあ車の動きは非常に単純で、こっから出てこの紫のポータルに入って、こっちから出てきて、でここは開いてるんですけれども、ここが閉じてるんで、まあここのスイッチを押すとここが開いてここが閉じるんですよ。だからまあ1台の時もそうなんですけど、隊列でやる時は5台全部がここに入ってから
このスイッチを箱で押さないとダメってことなんですよね。それであとここのここに橋を作んなきゃいけないんですけど、直接橋を作れる支点がないんですよね、この辺には。だからこっち側から、支点をポールを使って作んなきゃいけないんですけど、それでまあこういうふうにすごいごちゃごちゃしてしまったんですけど、まあこうやって、まあ、ポールを立てて、後ろからこうワイヤーで引っ張って、まあこっちもそうですね、ワイヤーで引っ張って、下にこうやって橋を作りました。でこっちの方のあのキューブの方は、すぐに落っこちる、ここに落っこちるとここが閉じてここが開いちゃうんで、まあここね、非常にゆっくりこう砂時計の砂が落ちるようにゆっくりキューブが落ちる仕組みになっています。まあちょっと1台でやってみますね。まあここはまあ普通にこう行ってこっちから出てきてこう行くだけなんですよね。でこっちのブロックはゆっくりこうやってこうやって微妙にこうやって落ちるように作りました。これで隊列で、まあ隊列でやってみると、まあこの辺ほんと真っ赤でね、もうちょっと上手い構造があるかなと思ったんですけどね。でこのキューブが、まあここに5台全部揃ってからこのキューブが落ちるようにっていう、まあまさにこの面のタイトル通りのタイミングが全てっていう面だったんですよね。まあこの辺のワイヤーを使った橋はもうちょっとうまく作れるようになりたいですね。それではこの辺で終わりますね。次は41面からですね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。